い、ということで始まりました。重たい週明けの空気をサッカーでちょっと明るく、ご唱和ください。週明け、11!6 回目第6回放送。第6回目でございます。6回目でございます。私、司会の松メラス松田でございます。そして錦糸町フットボール義勇軍の大人参謀長である参謀長でございます。いいよ、出てる出てる、スタッフの努力、ということで、始まりました、はい、週明けイレブン、第6回目でございます、はい、どんどん回を重ねるごとに、もうさらにパンパンな情報量と、はい、もう盛りだくさんの内容でやっていきますということで、今日の、はい、冒頭ちょっと一言いいですか。どうぞどうぞ。先週のお詫びを。先週の、北信越のレポート動画、非常に音が割れてしまって、本当大変お聞き苦しい。機材トラブル。まあ、今現在に、フレッシュや YouTube に上がってるのは、はい、インタビューの部分の音が綺麗になったものは差し替えてあげてますけど、はい。今日はですね、今夜は、もう万全に万全にチェックを重ねたので、はい、今日のレポートは音が割れずに、そうですね、ちゃんといけると思いますので、万全に万全を重ねた結果のリレーでございます、はい、大変恐縮です申し訳ありませんということで、じゃあ今週張り切っていきましょう。はい、張り切ってまいりましょう、そんな参謀長の今日のお召し物、はい、今日はですね、ベネズエラ。ベネズエラ、南米予選を見事に敗退してワールドカップには出ないベネズエラ。はい、特にワールドカップも出ない。そして、モデルとしては2011-12 年のコッパアメリカ仕様。コッパアメリカ仕様らしいです。はい。しかも、これが日本にあるっていう、これが、この、五本木の目黒のトレンタウノ。トレンタウノさんから。31にレアアイテムとして売ってますので、はい、ぜひぜひ。ぜひ。もう値札は皆さん来てみてびっくり、はい、いやもうあの激安ですからね、はい、ということで、盛りだくさんなので今日も参ります。まずは J リポート。 J 合ってるこっち合ってる、はい、さあ出ました J リポート。 J1 の結果と順位表です。1位サンフレッチェ、2位 FC 東京、3位に川崎フロンターレ、4位にコンサドーレ札幌と、はい、北海道コンサドーレ札幌4位。それすごいよ、この4位札幌っていうのがなんか久々に J1 の、ね、あの順位表でね、この4位札幌って見るのがなんか何年ぶりだっていう。浦和にあのね引き分けた。そうでしたね、いや、価値ある引き分けですよ。ビファーレンも何気にね、もう11位ですか、あともう少しでシングル来ますね。もうちょっとでシングルですよ。来ますね来ますね、ビファーレン。そして J2、J2、 はい、はい、J2 の予定でああの結果でございます。ベルディがね、3対0で勝ったんですよね。そうなんですよね、今シーズンね、実はベルディ無敗ですよまだ。あら、まあ確かなのに唯一1位は大分トリニータ、まあ大分得失点差がね、すごいですね。レノファ山口もいいとこつけど、レノファとファジアーノはもうなんか常連的になってきましたね、なんか J2 上位の、ね、本当に。はあ、そしてサンガが最下いやもうこれ笑っちゃダメなやつですよ、ほんと笑えないサンガサポーター、はい、いやもう頑張ってほしい。角田、元角田がいたところ、あの僕の子にね、ということで、はい、で J3 はお休みだったので、あ、そうですそうです、あの天皇杯があって、はい、JFL や J3 のチームはそうですね、この土日は天皇杯を戦ってました。皆さん戦々恐々とした週末を過ごされ、はい、まあ、天皇杯でもね、早くも JFL のチームも敗れてるとこもちらほらありますから、はいはいはい、今日ちょっと時間がないんで天皇杯の話できないんですけど、そうですね、今度ちゃんとやります。いやもう声を枯らしたサポーターの皆さんが営業でどうもすいませんみたいなこともあったかもしれないんですけども、さあ、そんな週末のニュース、はい、行かせていただきます。 J ヘッドラインいただきます。ニュース、週明けヘッドラインでございます。はい、 J リーグ日本代表編、無敗サンフレッチェパトリック爆発、J リーグ実行委員会開催、この、その開催場所は史上初のクラブハウスと、そして FC 琉球ホームゲームで駐車場大混雑、謝罪と提案とは、あとコンフェデカップ廃止、クラブワールドカップが4年に一度に開催となるか、そして最後に、浦和新監督、元鹿島監督オリベイラ氏、大月組長お疲れ様でしたということで組長お疲れ様でした、はい、はい、もう察しの言い方はあの確実に5個目だろうと思ってらっしゃるので5個目いきます。さあ取り上げるのは今週の1本は、はい、はい、じゃあ深掘りをお願いします、はい、原稿を読ませていただきます。浦和レッズの新監督に、元鹿島の名将オズワルドオリベイラ氏が、就任いたしました。崖っぷちだった浦和レッズを約3週間で盛り返した、大月剛監督、あ、元監督ですね、はヘッド
ドコーチとして、残留しチームを支えることとなりましたと、自身と投手を取り戻した浦和レッズの今後に注目ですということで、もうね、もうネットがもう大月組長ありがとうの嵐ですよね。でしたね。この監督に変わってからの3週間ぐらいですか、はい、うん、そうですね。もうほぼ毎日でしょ。いやこんだけ露出されたね監督って近年ないよ、ね、あとこの何て言うんですかね、ハリル解任との明暗というかタイミング的に片やね、片やその代表、そうそうそう、こっちはその国内リーグの方にね、はい、いやもうあのアウトレージをアウトレージかみんな待ってましたよね、うん、なんか本当にいいよね、絵になる男ってこういう人のことみたいな、ね、そうそうそう、もう僕もあのもうオマージュです大月オマージュをいやもうね、まあ、ニュースとしてはね、そう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 、触れたいですね。でしかも大月さんはねソニー仙台で、JFL でプレーしてたっていう経歴がある。なるほど。 J リーグの経歴が特にないんですよね、うん、でそこから、水戸大宮浦和仙台浦和としてコーチとして J1 を渡れると。なるほどなるほど。で2013年からユースの監督だって堀監督の解任を受けて4月の2日に就任したんですけども、うん、そっから4勝2分け負けなし。いやそれも素晴らしいですよね。いやーほんとね、うん、もうでしかも、もうオールバックでガチガチに固めてたと思ったらヘッドコーチになった瞬間にサラサラヘアになったじゃん。なんか画像出てましたね、はい、うん、いやもう急に大月トリートメントになってね、ご本人が大月さんがね、はい、ご本人がどこまで自覚してるこの今の SNS を話題になってるのを意識されてるか分かんないですけど、はいはいはい、あのそのセルフプロデュース感がすごいですよね。そうですね。いや本当になんかちょっとあの元 J 日本代表選手とか元 J リーガーのような目立ち方じゃない、ないじゃないですか、うん、どっちかというとそのもう育成やね、そうですね、下の方をずっとやってるっていう人が、はい、ほぼ3週間スターみたいになったのが、うん、あのやっぱり、うん、そうですよね。だからやっぱりモーリーニョをちょっと僕は感じたんですね。あ、そうだ、そうそう、そういうことなのですよね、うん、そういうことなの。あの記者会見の時のあのなんかマイクパフォーマンスみたいな、そうそうそう、こうすごくこうあのキャラクターというかこう、はい、がグッと入ってる感じっていうのは ね、その対比がそのポマードを取ったあのサラサラヘアの現場の育成っていうかそのコーチ業に戻った時に差がなおさらそれを感じました ね、はい、ね、うん、いや本当ね素晴らし い明るい話題でしたね。明るい話題でしたね本当に、うん、という、J リーグ、まあ、これが、はいはい、今週でございましたということで、さあ他の4部分切り回りますけどまた折を触れて、そうですね、それは触れます。特に琉球とかはね、はい、ということで続きまして、週明けイレブンでは、地域リーグ JFL 以下のリーグのことをレジオナルリーグ R リーグと称させていただいておりまして、そうですね、地域リーグとは何かというと全国に9つのアマチュアリーグ JFL の下がございます、そしてチーム数が8から10と、まあ、ね、まあ、まあまあまあという、まあ、いつも見せてるんで、まあ、9つはいリーグがあるっていうね。そうですね、まあ、開幕してないとこもまだあります、まあ、5月開幕が東海と北海道以外で、まあ、それ以外はもっとね、はい、開幕しましたんで開幕してますよという、はい、これの結果ですか。はい、はい、先週 R リポートですね、土日の、はい、東北リーグ2部北第10節、はい、これまた急に第10節が来るんですね、うん、でとおお、で北斗銀行ですね。これは北はまだだから一節だけの、ええ、しかも第1試合しかやってないですよね。ということですね。だから奥入瀬フットボールクラブはまだ試合してないですね。はい、いやもうまあまあまだ始まってもいないぐらいのリーグでした。すごいですね。はい、次南と、ね、はい、南が2試合。いわき、はい、勝ちますね。いわき、いわきは4-0、サッカークラブ引き分けましたね、はい、うん、そして順位は、はい、いわき独壇場、2節消化ですね、うん、いわきは勝ち点6と。でも勝ち点6で FC 仙台ユニバースがね、うん、はい、ユニバーシティがもう、うん、はい、並んでますから、まあ、仙台大学は。仙台は試合がなかった、ね、そうですね、はい、いやこれ結構難しいですよね、試合数あったりなかったり、ま、バラバラですね、ここは。そして四国リーグ3節、うん、はい、あ、こんな感じです。順位表ドンドン、はい、来ました。まあ、やっぱここはね、コーチユナイテッド、この数シーズンずっとコーチユナイテッドがね、勝ち点差プラス17ですよ、はい、うん、紅葉シーディングテクノはちょっと頑張ってもらいたいですね。これなんとかまず一勝ちょっと触れていいと思うんですけど、うん、高知ユナイテッドってユナイテッドしたので、あ、2つのチームが1つになって高知ユナイテッドなんですけど、はい、今 JFL の FC マバリがまだ四国リーグの時は、はい、その3チームによるこう三つどもえのリーグ戦だったんですね。で今治は卒業して、はい、残った2つがユナイテッドしてるっていうんで一種もその要するに一番戦力がある、はい、
ね、今治なき2チームが一つになってるんでね、やっぱり。なるほど。まあ、一番やっぱり。もう群を抜いてってことなんですね。チャンピオンズリーグにね、出るには有力でしょうね、という。まあ、そこをど他のチームがどう止めるかっていうのが、これが地域リーグの見方としては、身につけてほしいなっていうところは、やっぱり、そのリーグ全体のレベルが上がっていかないと、はい、うん、結局リーグチャンピオンがなかなか地域決勝で勝てないんですよ。そうなんですよね。つまりこのぶっちぎりで1位だからといって地域決勝で勝てるとはまた違うっていうのは、はい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 、他の7チーム8チームの実力がどんどん底上げした方がいいので、うん、まあ、そういうところがちょっと四国リーグがこれからその要するに 2位から8位までのこのチームの、うん、あれが頑張りが、うん、をまあ、どん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 私は期待したいところですね、うん、そうすることでまたコーチユナイテッドのレベルもどんどん上がっていくってことだと思うんで、でもっと言うとアルベリオとかがもうコーチユナイテッド食って逆に1位に行っちゃうみたいなこともありますからね。そういうのが多分あの地域リーグというか社会人リーグのこう活性化とあれにすごい重要だと思います、うん、はい、はい、ということで、はい、ちょっと触れました、はい、じゃあ次ありますか。四国の次はこれ以上、はい、あ、まあ、要は天皇杯とかいろんなのがこの土日にあったので、あ、そうですよね、地域リーグのお休みも多かったですね。関東リーグもなかったってことですよね、うん、です、はい、ということで、いやー天皇杯ね、いいですよね、天皇杯ってマジ夢あんな、まあ、今度触れましょう、はい、ではそして、R ヘッドラインニュース、ヘッドラインニュース R リーグ編行かせていただきます。さあ、カブリーグ編です、うん、あのマスクマンに原スポンサー、自衛隊サッカー日本一を決める戦い今年も開幕、はい、武蔵野スポーツ祭り開催決定、トカチフェアスカイ新体制発表、ももクロライブに三尾琵琶湖氏が参戦という、うん、この5本、いやどれも気になりますけどね。僕は一番下マジで取り上げてほしかったんですけど今日は違うということで、これは、あの取り上げないと思うんですけど、三尾琵琶湖さんは JFL のチームで滋賀県のチームで、はい、おそらくももクロがこのエリアでライブをするということでしょうね。そうなんです、そうなんです、はい、コラボ的な感じのなんか、あのポスターみたいなのをちょっと見ました。トカチさんも北海道リーグで、はい、はい、じゃあこの中から1本何を選ぶんでしょうか。あえてのマスクマン、マスクマン、はい、一番上あえてのマスクマンですよ本当に。じゃあこのニュースの深掘りをお願いします、原稿読ませていただきます、JFL のバンラーレ八戸は5月3日の、対ホンダロック SC 戦で、うん、全日本プロレスとの、コラボ企画を開催することを発表、うん、史上最年少で三冠王者に輝いた宮原健人さんが1日応援団長に就任、うん、試合前には八戸の名物サポーターティガーマスク氏とのトークショーも開催されるJFL を代表するマスクマンと全日本プロレス三冠王者の場外バトルが目が離せないということでですね、今思わず笑ってティガーマスクさんと特集やるんですか、うん、らしいですね。らしいですか、これは本当ですかね。いや、わかんないですけど。サポーターですけどね。はい。ね、しかもね、原スポンサーって書いてあるけど、中身はね、マスクマンが対決するっていう内容にちょっと変わってるっていう、ね。変わってますよね。原スポンサーはもう実はね、ついたんですけどね。それはティガーマスクさんの T シャツの。さらにっていう、ね、まさか の、 あのマスコットキャラクターにスポンサーがついたっていう、うん、もうすごいっすよ。いいですね、ティガーマスクどこまで行くんだ。まあ、我々主役ヘッドラインで拾い上げました、はい、そこちょっと食いつきました、はい、JFL の八戸のね、いやすごいですね、はい、バンラーレ八戸がね、うん、なんと相手がホンダロックっていうね。そうなんですよね、うん、美味しいカードですね。いや本当美味しいカードですよ、うん、もう、はい、まあ、ただ僕ちょっと最近思うのが、うん、マスクマン多くないか問題。あ、増えましたね。JFL 中心に増えましたね、本当にね。はい、うん、だいよいよ JFL とかの、うん、まあ、まだ地域リーグでもいいですよ。マスクマン集めてプロレスできるぞっていう。できますね。うん、まあ、ただ多分プロレスをする肉体をライザップとかでちょっと作らなきゃいけないという若干のね、力の差はあるんですけど、それでリーグ戦やっても面白いかなっていう。うん、今回ティガーマスクさん勝ち点3みたいな。なかなかこう J1、J2 の試合会場では、はい、マスクをそもそも被ってるとちょっとこう、警備の人にね、そうですよね、怒られる文化があるのかな。まあ、まあ、あんまりちょっと取ってくださいみたいな話はありますよね。逆にマスクしてる方が浮くじゃないですか、うん、でもなんか JBL とか地域リーグは浮かないところがいいね。はいはいはい、うん、そうですね。いや、なんか寛容性が寛容だなと思って。いや、もう個人的には天皇杯で JFL のチームとか勝ち上がったら、うん、もう全員がマスク被るっていう応援とかもありだと思うんですよ、ね。なんか、うん、マスクマン連合の ルチャリブレ連合みたいな。ですよね、メキシコ、うん、そういう感じがいいですね。
いや、なんでちょっと期待しております、はい、マスクの販売などなど何かありましたら投稿またしてくださいということで、はい、以上今週の5本はこれです。はい、はい、これまでとさせていただきます。じゃあ、盛りだくさんなので行かせていただきます、うん、N ノート。 N ノート行くんですかこれ。私のコーナー S じゃないですか。 S ノートでいいですね、うん、原稿 N ノートになってね。 S ノートいきます。 S ノート、合ってますかねこっち。はい、参謀長ノートです。今日 のレポートは、うん、まあ、先週の北信越の開幕戦 そのアルティスタと富山新庄と同じ日に、はい、うん、4月の8日の、うん、開幕戦で今度は長野の千曲市っていうところの、はいはいはい、ところで上田ジェンシャン、うん、線が曲がると書いてはい千本、千、千って数字の千ですよ。千曲がりとか言って、千曲がりで千曲ですかね。の、上田ジェンシャンホームの相手がサウルコス福井という、はい。それが開幕戦だったので、そうですね。そこの、うん、取材に行ってきた模様をですね、はい。ビシッと、レポート動画作ったんで、ちょっと早速それを見ながら、はい。解説しますんで。ね、恐竜が発掘されたから、サウルコスね。そうです、福井県の。ね、はい、はい。じゃあ、V お願いします、ということでね。はい。出ますかね。これが千曲市サッカー場です。もう山です。山です。はい、こちらサウルコスの、あ、ちょっと桜残ってます。あ、このまだ4月の頭は、ね、桜がです。こちらがジェンシャンの、うわ、ここのサポーター、これはジェンシャンのジュニアかなんかのスクールの子じゃないですかね、うん、うんうんうん、はい、フィオレンティーナ紫ですね。ビオラです。ビオラ、これがサウルコス。こっちが白いユニがアウェイのサウルコスですね。うわ、ガタイすごいですね、サウルコス。ケツの筋肉がね、やばいっすね、明らかに違うんですよ。武藤義則がケツにこだわってるって言ってましたからね、うん、でこれはまあ試合結果もすでに出てるのでご存知の人は、はい、サウルコスが 9-0 で勝つというすごい試合ですね、また、うん、なんかでジェンシャンは、うん、昨シーズンは2部、うん、2部を優勝して昇格。はいはいはい。サウルコスは去年の一部の優勝チャンピオン。3-2-1開幕でーす。ちょっとお茶目な集合写真です。いいですね。これ前半キックオフと。はい。この日9得点もあるのでね、早速もうゴールラッシュになるんで、これが前半6分、あ、前半8分かな。いやー、走りますね。右サイド。カメラワークを追いつかず、もうね、早いっていうね、山田選手のゴールですね。サルクスのアシストしたのが石塚選手で、2点目、これはコーナーですね。コーナーですね。前半22分右野菜、素晴らしい、福田選手のゴールです。マーク見切れなかったですね。これで2点、まあ、早くも前半22分で2点目で、続いてですね、前半の36分ですね。ここまた同じコーナーなんですけど、はい、いやだ、ここで倒すんですよ。で PK が取れるんですけど、今ゴールが入ったんですよ、はい、でも PK だから、いや蹴ってってレフリーはなるほどね、でもいや今ゴール決まったじゃんってで、まあ、でゴールも決めてこれで 3-0 と、はいはいはい、文句なしと。これで前半 3-0 とで、最後が44分が4点目入って、前半のね、前半の最後、これが4点目ですね。ああ、ミドル、まあ、ちょっとね、力の差がはっきり前半で出た。ちょっとジェンシャンのやる気がそがれちゃった感ありましたね、うん、でこれで、まあ、これが前半のラストプレーで、はい、ちょっとこんだけ力の差があるチーム同士を、うん、ジェンシャン あのサポーターの人がどう感じたかをちょっと試合中なんですけど、聞いてみましょう。お聞きください。ジェンシャン、まあ自分としては予想した通りかなっていうことですか、うん、そんなに楽な一部リーグじゃない、うん、楽な一部リーグじゃないっていうことは思ってましたけど、去年2部からまた戻ったじゃないですか。戻ってきて、だからサウルカスがあるのも2年ぶりぐらいじゃないですか。そうです、うん、どうですか相手チーム。だから2部で優勝してもやっぱり一部だとね、全然実力者が違いますから、なるほど、まあ、結果的にはこういう風になっちゃうのかなっていう予想はしてた。北信越一部リーグの全体的な実力っていうか、そういうのはどうですか。まあ、そこの 2,3 年そんな変わってないですか。いや、あの一部から見ると上と下の差が激しくなってるっていうか、上は上で、まあ、その強くなってるし、つまり上位 2,3 チームと下の 2,3 チームの差はすごい開いてる、開いてるような感じですね。
まあ、上、まあ、上位3チームがやっぱり突出してんじゃないかなと、先輩だという感じで、はい、こちらあの福井からはなんと本当たくさんの人がなんか人数差すごいですね、アウェーの福井のサポーターは本当退去していらっしゃるんですね。こんな感じで試合中応援してますよっていう。なるほど。でここからが後半ですね、はい、後半キックオフと。後半もですね全部で5点入るんですけど、うん、はい、なんかクラブハウスなのか何なのかクジラの絵が可愛らしいっていう、ね、後半最初の頃は58分の方がね、後ろからもうディフェンスラインがすでに高いっていうね、もうフィジカルで勝りまくってるシャウコス、このカウンターつながる、おー、ナイスや。だけどね、コーナー、あ、コーナーしのいだんですね、しかもコーナーしのいだんです。でも終始こういう感じなんですよ、あー、抜けられた、ノー、うん、このチャンス、もうジェンシャンのキーパーがめちゃへこんでる。松尾選手が今多分張ってたり、これ後半の2点目の60分 PK ですね。どうだ、入っちゃう、いやーちょっと先に動いちゃいましたね。決まって6-0ですね。で続いて7点目もう左右に振ってトン、トン、いやちょっともうジェンシャンの方は心折れちゃってますね、うん、いやもう差がねはっきりしてる、7点、今7点、これが8得点目で続いて、コロンビア戦見てるみたいだまさか、うん、うわぁ、こぼれ球を詰めてと、これで全9ゴールと。なんてかったな、やっぱりあの去年2部リーグを、ね、優勝して昇格したとはいえ、やっぱり力の差がやっぱりそうですね、かなりある選手一人一人のね、あのスピードもパワーもね、でそれをサポーターの方は、前者のサポーターの方は、うん、お一人で、うん、こんなのは想定内だから、そんなに試合中起こったりしないですよ、すごい冷静ですね。これを監督、望月監督、サルスクの監督はどう思ってたかってちょっと聞いてください。あのリズムよくテンポよくボールを動かせたらなと思ったんですけど、全然動かせなかったですね。あのやっぱちょっとこう状況に合ったボールの動かし方ができなかったりとか、うん、それとか守備のところでちょっと、穴ができたりとか、ですね、まあ新しいメンバーがちょっとこうもうちょっとな、そうですね、うまくチームとして機能すればいいんですけど、まだまだですかね、うん、だから去年やってきた子たちは、うん、こうやり方とかそういうのは分かっているんですけど、うん、ちょっとタイミングが、こうお互いのタイミングが合ってないので、うん、このタイミングを見計ら、状況を見計らった中でタイミングをもっと合わせてほしいな、ワンタッチのタイミングとか、はい、守備もそうですけど、スイッチのタイミングがちょっとこうギクシャクしてる感じですね、うん、やっぱここでね、スイッチが入るっていうタイミングの時にまだ後ろの方にいたり、ここで攻撃のスイッチが入るっていう時にやっぱちょっと出ていくのが遅かったり、まあちょっとスイッチのところでギクシャクしてましたね、はい、こう蹴ってくるチーム、あんまり蹴ってくるチームと練習してなかったんで、蹴ってくるチームに対してのこうディフェンスの背後の対応とか、うん、そういうところはもうちょっとセカンドボールも拾えなかったので、はい、まあ、攻撃のところはもうちょっと、はい、あの状況によってチームのスイッチ、うん、ところかな、はい、こんな感じで、あまりご機嫌は良くないです。すごいっすね。で、これ試合後ね、こうやってサルコスの選手がね、応援してくれた人たちと、ハイタッチしてくれたね。で、最後ですね、福井から来てくれたサポーターの人にちょっとインタビューします。福井サポーターのイベと申します。イベさん、北信越リーグとはどんなリーグかっていうの？やはり学生のチームもあって、社会人のチームもあって、うん、今は昨日、去年優勝したサウルコスと、2位アルティスター様で、3位のジェバンサッカーカレッジが優勝争いを繰り広げるのが最近続いてるんですけど、まあそれだけじゃなくて本当に
簡単に勝てなくて、まあいつでも番狂わせが起きるような激しいリーグだと思ってます。今シーズンも東北、あの北信越一部はやっぱり予想してる通りの3チームのしのぎ合いになりそうですか？いや、今年はチーム結構、富山新庄クラブも JFL 昇格を掲げて強化してますし、FC 北陸もやっぱトレーニングマッチいろいろ重ねて強いみたいですし、気は抜けないですね。なるほど。あ、はい、チームとしてはやはり最終ラインに屈強な選手が揃ってて、堅い守備で本当に見ていて激しいディフェンスというかが見どころだと思うんです。でそこから攻撃に転じて鋭い攻撃と、エースの松尾選手の決定力だったり、そういうところですね。クラブとしては、福井県、全国に福井県全県に、を舞台に活動してるんです、してるんですけど、まだまだちょっと知名度が足りないかなと。そうですか。その福井県の中で、はい、もっと盛り上がれば、もっと県民の人に知ってもらって、知ってもらいたいなと、応援してもらって、なるほど。それこそはなんか飲食店とか居酒屋の会話で出てくるような、なるほどね。取り上げられてもらえるような日常会話で、ね、まあ福井に住んでる町の、はい、その市民やファンにとっても自分の町で一生懸命働きながらサッカーやってるっていう風にアピールできるってことですよね。そういうところをもっと見せて知ってもらいたいです ね。でこの町のヒーローみたいな感じですよね。あのホームスタジアムはテクノポートスタジアムなんですけど、福井スタジアム、素晴らしいスタジアムですね。その近くに、まあ、有名な東尋坊、東尋坊ねだったり、なるほど。観光名所がワンセットであるってことですね、はい。まあ、去年の全国社会人大会の時も訪れた人はいろいろ巡ってくれました、ね。まだまだ始まったばっかりなんで、そうですね、一戦一戦、なるほど、まずは。わかりました。福井を盛り上げながら勝ち進んでいきたいです、ね。この番組でもですね、北信越リーグを多分今シーズンはずっと追いかけてありがとうございます。優勝が決まる一戦なんていうのは、はい、ぜひ現地で、はい、福井に行きたいと思います。はい、東尋坊にも行きたいと思います。東尋坊ということでした。いかがでしょう？いや、もうシンプルに、デザインが気になりました。ユニフォーム、はいはい、今ディレクターのケンさんからちょっと豆情報で、はい、サウルコス福井の、ロゴマーク、エンブレムですね、ここに入ってるの、恐竜の下子が福井県の形をしてると、なるほど、めっちゃ考えてんじゃんと思って。いや、しかもユニフォームもね、ちゃんと恐竜の骨が入ってて、ここね、入ってますよね。サウルコス推しがすごいですよね。もうサウルですね。いやー、でも僕が一番気になったのはここに六芒星が入ってて、もうフリーメイソンなんじゃないかなというところだったんですけど、まあただなんか 9-0 で負けた試合の後のインタビューという感じでは、やっぱ J リーグでそうなんだったらもうえらいことじゃないですか。福が 9-0 で勝った方が、そう、9-0 で勝っても逆にその前者のサポーターの人が負けたやつのインタビューも、はい、うん、どっちもなんかそのどっちが勝ったかどっちが負けたか分かんないぐらいの楽しかったです的な、はい、まあいつもこんなもんしみたいな、うん、そうですね、上がり下がりがすごいなんか激しくないのに、満足しましたっていう感じがすごい感じられて、いいですよね。皆さん素朴です。そうですね、うん。一言で言い表すならば、はい、素敵。でもサッカーのことはよく見てるし、うんうん、5部とか4部だから、はい、なんかサッカー知らないとか見る価値ないわけじゃないんですよね。うんうん、やっぱそのカテゴリー同士の楽しみ方を知ってて、完成してるって感じです。そうですね。いや、本当素敵。ちなみに V には入ってないですけど、選手とハイタッチしたじゃないですか。はいはいはい。あとバスで選手帰るんですけど、そのバスのお見送りもずっとしてましたよ。あ、サポート。いや、もう一流ホテルマンやん。ファミリー感がすごい、ね。なるほどね。なんかウルルン滞在期のラストですね。もう最後まで見送る、でもこれやっぱり4部5部じゃなきゃできない。あ、その空気感もね、ああいう光景っていうのは、分かるわ。ない人たちからすれば多分羨ましいと思うと思うんだよ。だって試合終わったばっかの時に、ねね、一緒になってこう味わえてる。選手も幸せだな。
まあ、これがまああの2週間前 の、はい、あの先週はあの作のアルティスタと、うん、こっちはジェンシャンの、はい、同じ長野ですけど、まあ、いろんなあの風景も含めてね、はい、北信越をちょっと伝えたかったなというのがお楽しみいただけますでしょうか。こんな感じで S ノートの、はい、お時間でございました。今週はこれで、はいはい、終わりです。さあ、それではではでは投稿コーナー、さあ次のコーナーだ、行かせていただきます。今度は視聴者の方からのね、はい、週明けレブンでは、疑問質問ネタイベント告知などさまざまなメール、うん、写真動画1分以内を、募集しております、うん、月間最優秀者には、最優秀賞者にですね、あ、そう、このユニフォーム、今月のプレゼントはフランス代表ユニです、はい、4月のおそらく27日ぐらいまでの投稿が、対象になります。いよいよこの、はい、この1週間ですね。これを誰が誰がゲットするのか、次の日曜日までにメールくれた方から4月の1本を選びたいと思います。こんだけ煽ってんのに意外とあの投稿してくれる方そんなにフランスいらなさそうなんですよね。そうですね、もう、うん、あの、まあでも、ね、いいんじゃないですか。ありがたい、記念すべき第1号、はい、ということで、まあ、今週もだから、はい、たくさん来てんですよ実は。いや、もうすごいんですよ。ちょっとね、少し割愛ながら紹介させていただくことになっちゃうぐらい、ちょっとあのお便りを頂戴したので、ただ余すことなくあのお伝えしたいと思いますので、早速、参りたいと。一人目から。思います。はい。はい。五つ目のお便り。こちら、奥アルチザンさんからです、ね。その前です。こっちです。あ、失礼しました。はい、あ、ホンダ FC のサポーターさんからですね。ホンダ FC サポーターのホンダさんから、チラシ配布の活動をまとめていただいた報告書をいただいています。短時間では、ご紹介できないため、改めてご紹介させていただきますということで。これ、あのね、14、5ページのレポートの資料を。PDF できましたからね。あの、こちら、週明けに送っていただいたのを、はい、こう抜粋して2枚なんですけど、あの、ありがとうございます。JFL のね、はい、あの、門番と言われてるホンダ FC っていうクラブの、ね、はい、浜松のね。ありがとうございます。そこの応援されてるのがまた、名字がホンダさんっていう女性の方でね。いやね、チラシのクオリティめちゃめちゃ高いですからね、これ。俺見せてもらいましたけど。昨シーズンね、はい、ホームゲームのたびに、あの、その、ホンダさんっていうのはこちらの関東にお住まいなのに、はい、わざわざ浜松まで行って、はい、試合告知を前日にやったりするために自分でチラシも作ってっていうね、まあ、なかなかこう熱心な方がですね、シンプルにする、これこの16ページ14、5ページの呼ぶレポートはですね、非常にあの、はい、ボリュームがすごいので番組内ではちょっと全ては無理なんですけど、まあ、ちょっとに数ページ紹介したんで、もうね、ちゃんと書いてあるんですよ、マジで。市役所のホームページ並みのやつですよね。はい、情報の正確さが、まあ、こういうね、あの、はい、JFL のサポーターさんがいらっしゃいます。ちょっと紹介も兼ねて、はい、ありがとうございます。1本目です。はい、次1本目でした。そして2本目。はい。はい、これが、奥アルチザンさんからですね、はい、参謀長、お疲れ様です。いつも楽しく拝見させていただいております。動画がないので写真を投稿させていただきますと、うん、北信越リーグ、2部への昇格戦、昇格を逃した最終節の、長野県千曲市のチームリベルタス千曲、おー、さっきの千曲サッカー場で普段やってるのがこのリベルタス、リベルタスなんですよね、うん、でこの写真が何かと言いますと、その試合前の全員で、スクラム PK 戦で敗れ、ゲーム終了後に泣きじゃくりながら当時のクラブ関係者に挨拶をし、肩を、抱えられて引き上げていくキャプテンの後ろ姿と、うん、こういう姿にはグッときますと、サッカーチームの数だけドラマがありますねと、うん、ありますね、いうことで頂戴しました、うん、あの、すいません、ちょっと割愛して読ませていただいておりますけれども、いやー、この写真はちょっとマジでグッとくるやつですね、うん、うわ、この秋の木漏れ日の中を ね、1シーズンかけて戦った男たちがこうね、何かをこう掴んだ人もいれば逃した人もいるみたいなね、うんうん、これは別に J リーグだけが日本のサッカーじゃないっていうのを表した、これ県リーグですから。そうなんですよ、長野県リーグですから、長野県リーグにも涙があるんですよ、ですから、はい、ドラマがあるから、いい写真をね送っていただいて、ありがとうございました。ということで、次の投稿行かせていただきます、はい、トフカフさんから、頂戴しまして、トフカフさんです、あの、ちょっとすいません、うちのスタッフがトカフフさんって送っちゃったかもしれないですけど、トフカフさんなので、うん、トフカフさんから、週明けイレブン様、ご丁寧な返信をありがとうございますと、我々が返信させていただきまして、何かというと、一回あの金府町
あの金に、武力の武に、はい、沖縄の、はい、九州リーグの試合会場の名前が僕ら2人が読めなかったのでわざわざそれをね、それは金不調ですよと教えてくれた、はい、いただいて、それを、返信をさせていただいたという。なぜかというとこの方が、はい、その当時沖縄にも住んでいたから、そうなんですよね、よく知ってるっていうね。東京出身で、FC 東京の蘇州だった方が沖縄に赴任されて、はい、そうですよね。で、さらに、トフカフさんはそこから松江に転勤をされましたと。島根県松江市。はい。うん、で、ただ、残念ながら早ければ、今週末にもまた 松江を離れることにまた転勤なりましたと。お忙しいですね。結局松江シティ FC の試合を見ることは叶いそうにありませんと、うん、今後は当面東京を拠点にすることになりそうです。また何かあれば投稿させていただきます、今晩の放送楽しみにしておりますということで。ありがとうございます。このだから写真は、はい、あのスタジアムに貼ってある弾幕じゃなくて普通の街中に貼ってある弾幕らしいです。あのそれを写真を おそらくもうあの週明け仕事帰りに撮影していただいたってやつですね、うん、若干これ夜ですもんねみたいな、ね、写真がね。もうね、一番何がすごいって JFL のロゴがもう適当すぎて多分ね、行くぜ J リーグの J と JFL をなんかこうかけてるんですよね。かけてるっぽい。っぽいですよね。うん、まずは FL だと、うん。まあまあ、はい。中国リーグのね、まあ、強豪チーム、松江シティですからね。はい。はい、いや、もうありがとうございます、トフカフさん。もう、金不調覚えましたんで。はい。ありがとうございます。さあ、続きまして。いきますよ。次はですね、これ、投稿者不明のとこですね。はい。第、はい、どうぞ、お名前がなかったんで、ね。そうなんです。はい、第23回長野県サッカー選手権大会の準々決勝、アルティスタ浅間対中野エスペランサの試合のおそらく風景だと、うん、でそれが、6対3でアルティスタ浅間が、勝利した試合だったと、うん、でいつも東京行った時などお世話になっている中野エスペランササポさんが松本大学グラウンドにいらっしゃるということで急遽駆けつけましたと。で、試合やアルティスタサイドの写真は私が JFL の宮崎ダービーのネット中継を見ながらの観戦だったので全く撮ってませんって書いてます、ね、なるほどもう全然なのにこ あの一応あの写真もあったってことですよね、うんうん、だからもう試合終わりですよね。そうでしょうね。で、この試合の勝者アルティスタ浅間は、準決勝に進出、準決勝に勝つと、パルセイロと長野パルセイロとの決勝ですと。で、長野県のサッカー選手権大会準決勝は2018年4月22日日曜日15時半キックオフですと。昨日じゃないですか。そして、アルティスタ浅間対松本大学、うん、場所が松本市サッカー場だったんですけども昨日行われました、はい、結果 1-2 で、アルティスタ敗退と。おっと松本大学が勝ちました。松本大学がパルセイロにあれなんです、ね、挑むんです。おうほうほう、はい、そして松本だ、あのプチ情報でいきますと、うん、松本大学は5月20日にオープンキャンパスをやりますので。なるほど。はい、あの長野県松本で学びたいという方は、はい、あのぜひちょっと5月20日のオープンキャンパス行ってみてください。10時半ぐらいからやってるそうなんで、あの、はい、いろんな学科があるそうなんでね、はい、サッカーと関係ない情報ですけど、はい、大事な情報だと思うんでお近くの方はぜひ、はい、そしてあのぜひ投稿者の方、あのお名前、あのまた送ってきて、ね、いただければ、はい、あのこのフランスのユニフォーム あの、はい、応募資格得られますので、はい、また今後引き続き、はい、ですね、投稿お願いします。よろしくお願いいたします。さあ、そして続きまして、4つ目ですね、はい、神田正人さんからの、はい、投稿でございます。松田さん、参謀長いつも楽しく見ております。4月15日に、参謀長おすすめのエスペランサを見に行きましたと、うん、で、まあエスペランサの試合が、まあ、素晴らしかったと。エスペランサ の、ね、そうですね、うんうん、攻撃、日立の守備どちらも素晴らしかったですよと。写真アップしてあるので何かのネタになればお使いください。もうガンガン使います。ありがとうございます、うん、一度参謀長や松田さんの解説付きで見たいですねと。そんな企画待っております。それではまた、うん、はい、いただきました。やりたいですね。エスペランサがこれ白の白が青十字が入ってる方ですね、はい、で黄色が日立ビルシステムですね。このね、左下の写真をね皆さん見てくださいとこの股関節の柔らかさですよ、うん、これ彼はアルゼンチン人ですよ。いや、日本人にはないこのインサイドキックの終わり、はい、すごいですね。オルテガ監督を慕って多分彼はずっとエスペランサでプレーしてますから ね、おそらく日本で何かしらの仕事をされてると、うん、もうドラマだな。ありがとうございます。もうちょっと巻きでいくんで大変恐縮なんですけども、関東2部です、この日立ビルとエスペランサはね、はい、まあ、あのエスペランサはもう参謀長が大好きすぎておそらく行きます。行きますよいつか行きます。行きます行きます、はい、はい、あの楽しみにしていてください、はい、さあ、そして最後、マスクド岩木さんからの投稿動画。次は動画ですね、はい、今のまあメール写真は以上で、はい、次動画です。
願いします。出ますかね。マスクのいわき、オレオレ。はい、どうもマスクのいわきです。今回ですね、ゴールデンウィーク5月5日6日、ここいわき FC フィールドで、天皇杯、準々決勝、準決勝が開催されます。去年話題をさらったいわき FC がまたジャイアントキリングの準備に入りました。これからのいわき FC に乞うご期待。あーうえーマスク。先週予告したあれですね、はい、そうですそうですそうです。ふなっしーじゃなくいわきね。いやね、ここにね、あのマスクドいわきさんから あのちょっとメールの文章もあるので読ませていただきます。はい、参謀長安田さん、いわき FC の今年の本丸、天皇杯出場へ向けて意気込みです、よろしくお願いします、ということで、僕の名前をねついにあの間違うというプロレスをやってきやがったんで、うん、マスクドいわきさんは。僕もね、安田じゃねえよって突っ込まなきゃいけない。いやもう僕も、いやだからマスクド猪木さんって呼びます。もう本当のプロレスラーにしてやりますよ。もうこの番組通してあの一つのあの芸を、そうですね、もう掛け合いでもう名前を間違えるっていう。小島じゃねえ、なんだっけ、 あのあれでしょ。そうそうそう、あのネタね、大島で、はい、小島だよって、松田だよ、松田だよって。本当にありがとうございます。いやでもいいですね、あのマスクドいわきにタックルするいわきっていうね。いわきね、あの下タイツとかの方が僕いいと思うんですね。あの私服なんで。でもあのと割とこう動画をよくいただいてるから、はい、やっぱりますますいわきの東北に、ね、現地行きたくなりますよ、ね、行きたい行きたい、もうマジで行きたいです。あれいわきにボディブローとかやりたいですよ。バーン殴るっすね。いわきタックルしてくるぐらいだから逆ラリアットとかやってみたいですよ。もういわき FC はサポーターもマスコットキャラも全員もガチ系です。もうガタイガチ、ありがとうございます。さあじゃあ本日の2本目の動画、はい、これが最後です。はい、お願いします。どうも、本田ピアカってことです。はい、5月3日、ゴールデンウィークの始まりの日ってことかな。ウェイスパー大分と総院長に勝負でござる。皆様、ご用意して一緒に3人連れてござるよ。はい、今から帰る。どうも、本田ピアカでござる。5月6日、党委員長で丸安岡崎で勝負でござるよ。皆様、党委員長にお越しくだされ。今ちょっと危うくマスクの中身見せそうでしたけど、すごいですね。ビアカツ、なんか皆さん動画作るの考えてきてます ね、うん、いやもうあのデジッチを超えてきてますよ、完全にクオリティとしては。すごい、なるほどね。今あのディレクターのあのケンさんからまたちょっと補足情報で、あのビアティンの意味、オランダ語、オランダ語で14、クライフの背番号、まあオランダのね14番っつったら、はい、要はハンクライフですけど、そうですね、フライングダッチマン。あの私も BA のチームの方に聞いたことがあって、はい、ピッチは11人、はい、で選手交代枠一応3人、うん、14人でサッカー戦うんだっていう意味も込めてビアティンにしたと言ってます、ね、なるほど、ね、しかもオランダのサッカーのような見せる、はい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 、やっぱりクライフが作ったサッカーみたいなのはスローガンとしては掲げてました。もちろんやっぱりオレンジもそこから来てるってことですか。そうです、もちろん。なるほどね、うん、なるほど。ただからさっきのあのビアカツさんの着てたあの、うん、はい、なんですか、あの羽織っていうか、そうですね、あの背中の透かしにちゃんとオランダのあのライオンがちょっと入ってるから、で、ビアカツのライオンもおそらくそこから来てると思うんですね。そこです、要は。もうね、すごい全部が、あの、なんかもう点と点が線になって、わーってなって、超気持ちいいんですけど、うん、ただ一つだけ気持ち悪いのは、ビアカツの声が小さいっす。あ、そう。まずね、これ動画を送ってくれてる元のデータが、音声が低すぎて。そうなんです。あの、ビアティン・ミエサポの黒ドラさんが、ビアカツの動画を勝手に送ってくださったそうですね。あと、
ただでさえあの入力が低いのとかぶって喋ってるから余計ゴボゴボしてて聞きづらい。マスクをね、マスクをかぶってるから、ね、まあ、この聞きづらいビアカツさんっていうのがまあもうね推しですからね。いやもう売りになっちゃってますから、うん、もうめちゃくちゃ面白いですよねもう。という感じで今週のとか、はい、一気に、はい、この 1,2 週間でいただいたのすべて吐き出しましたから、うん、そうですね。何せフランスの代表ユニがかかってますからね。そうですよそうですよ、もう全員紹介しましたよこれで、うん、あちなみにビアカツが参拝していたビアティン神社、以前は鳥居も設置されていましたが紙製だったため壊れてしまったとのこと、うん、ビアティン神社には御朱印帳もあって、神社の隣のブースでは御朱印がいただけるそうです、という補足情報を持ちまして、じゃあ JFL のね、はい、アウェーサポの人もぜひ民営のホームゲーム行ってねやってきてください。御朱印を、御朱印を集めるみたいなことはやってほしいですね。いやもうね、ビアカツはね、インスタ映えすると思うんで、ね、どんどん写真撮ってもらって。さあ、ということで、今週も、そうですね。内容がたっぷりあって、もうエンディングですよ、これ。そうですよ。じゃあエンディング、もう一回、最後に、これが最後のチャンスです、皆さん。週明けイレブンでは、視聴者の皆さんからの投稿をお待ちしております。送信先は Gmail、週明けイレブン @gmail.com、shuake11@gmail.com です。内容はサッカーに関わることであれば何でも構いません。メール、写真、動画、1分以内でお待ちしております。なお、このね、最優秀者には、このフランス。フランス。あれフランス、うん、このユニフォームをフリーサイズ半袖、もう夏が近いですから、うんうん、ちょうどいいプレゼントさせていただきますので、4月の26、7ぐらいまでに送っていただければ我々まとめて、総評し、もう発表します。スタッフの独断と偏見で、ね、多分来週発表しますもん、はい、優秀者は来週発表します、はいはい、ので優秀者に選ばれた方には、プレゼント発送のためにね、ちょっと住所とかお聞きするかもしれませんが、うん、お待ちしておりますので、どしどしご応募ください。お願いします。ということで、エンディングでございます。エンディングは来週のスケジュールを、来週の予定をドバドバドバッと、もうすごいんですよ、もう見てください。 J リーグもほら、もう札幌がもうマリノスでやって、うん、もう湘南がガンバと大阪ダービーでしたね。 J1 水曜と土曜2試合やるんですか。そうそうですよ、ゴールデンウィーク前に2試合と。ちょっと俺そろそろ湘南見に行かないと怒られるからな、うん、見に行こうかなっていうところなんですけども、さあそして J2 ドドドン、 J2 は土曜日だけですね。そうですね、うん、11節ほらもう大分が町田とやり、うん、あここも面白そうだな。山口は新潟ですよ、来てるね。そして甲府対千葉、もう元 J1、そして J3 が、はいはい、土曜日、土日ですね。そうですね、セレッソ大阪アンダー23がパルセロとやるというね。福島ホームゲームっすよ、藤枝に勝たないと。藤枝も負けてらんないですけど、そしてアンダー23対決がね、うん、ついに土曜日に実現すると。これ5月ですね。そうですね、5月の26日に延期です、ね、はい、いやーすごいっすよ。さあ次は JFL ズドン、コバルトーレオンとはビアティンと、はい、まあでも近畿対決ですね、 FC 大阪対奈良クラブ。ああ本当だ、もうどっちのサポーターも行けますから、うん、ぜひぜひ。そして FC マルヤス岡崎、ホームなんで、ココちゃんが、ビアカツさんが、あ違うか、違う、ね、ココちゃんが、ココちゃんね、そうですそうです、はい、ココちゃんの動画欲しいですね僕ら。いやもう本当、ぜひ投稿動画、これ見てる方ぜひ、ね、一筆でいいのでココちゃんに伝えてください。そうですね、そしてビアカツはアウェイ行くのかどうか問題コバルトレオナガットのねちょっとね。そしてソニー仙台もね、ホンダロックとやるっていう、うんうんうん、もう噂のソニー仙台といえば今日もご紹介しましたけど、大月さんの、はい、ポマド大月さんの、そうですそうです、はい、出身のところなんで、ぜひ皆さん応援してくださいということで。そして東北一部ですね、はい、出ましたゼブラ、盛岡ゼブラ、明日カンビアーレ対盛岡ゼブラ、来ましたね。三宝町個人的には馴染みの2チーム、はい、いや東北の旅行った時にこの2チームのサポーターってやってますけど、はい、うん、いや釜石市でね、釜石東北リーグもやりますから、ぜひ釜石の皆さんはね、ちょっとサッカーでぜひ盛り上がっていただいて。秋銀スタジアムか、はい、じゃあ次は北、うん、2部の北、はい、東北なのに大宮サッカークラブってなんかいいですね、またこういうネーミングがね、おいらせサッカークラブ、なんか風流ですね、おいらせ、おいらせ、うん、いやでもサルタ工業めっちゃ強そうですよ ね、うん、アウトレイジ感ありますね名前サルタ工業はもう角材でガツンいきますよ、おじぎみたいな感じでいいじゃないですか。いやそして、はい、2部の南がパラフレンチ、うん、
もうさすがに僕ら覚えましたよ、パラフレンチ。そうですよね、パラフレンチ。もう米沢行ったらパラフレンチだよねって、もう完全にインプットされましたね。で、人工芝ですからね、しかも。そして関東一部の第4節、まあ、毎回言ってますけど、この一部の5試合っていうのは、どの組み合わせも、もう激戦なんで、ね、でね、埼玉 SC がね、意外にすごいあのサポーターの方が、いや、うちなんてとか言いながら結構やるんですよね。そうなんですよ、うん、東京ユナイテッドは気をつけなきゃっていう、ね、ちなみに東京ユナイテッドは昨日の天皇杯で武蔵野シティを破って、はい、はい、そうですよね、確か。あ、じゃあ武蔵野が敗れて、あ、東京ユナイテッドは別のチームに勝って、うん、今度天皇杯の決勝、東京予選の決勝に進出してるのは東京ユナイテッドですね、はい、ですね。いやー、まあそんな感じで、あの、あ、次は2部。おお、早い早い、はい、お、トナン、トナのホームゲーム、皆さんアマラを見に行ってください。そしてエスペランサ来ました、うん、エスペランサ、オルテガ監督対エリス、カモメパーク、もう東京のクラブの名門ですね、エリス FC 東京。カモメパークは芝なんですかね、人工芝なんですか ね、人工芝だ、うん、ということで、まあ、4月29日です、うん、なんかどれも興味ありますね、やっぱ ね。そして北信越一部来ました、はい、いよいよこのアルティスタ対ジェンシャンというですね、お、あの東美市と上田市っていうのはもう隣接してるんで、ね、はいはいはい、これはもう本当に、まあ、あれじゃないですか、柵じゃないですか、柵ダービーみたいなもんですよ、この2チーム、うん、そしてサウルコスの上と、サウルコスと、うん、来ましたね、第2節ですからね、開幕戦にね、うん、大量得点で勝ったアルティスタとサウルコスが ね、やっぱあの S リポートで見ると、あ、こういうなんかサウルコスのやつでもサポーターがああやって応援してんだなみたいなのね、ちょっとすごいイメージできるから、はい、そう思ってもらえれば、 このスケジュール表がね、すごいなんかものすごいドラマチックに見えてくるんですよ、うん、はい、レポート作った甲斐あります、そう言っていただくと。いや、素晴らしい。さあ次は2部、あ、出た、アンテロープ、アンテロープのホームゲーム、うん、塩尻市ですね、これは。アルティスタグランデ、あ、そうか、アルティスタグランデね、あのセカンドチームですね、セカンドチームね、うん、さっき写真にね、紹介、投稿で紹介された中野エスペランサがね、うん、出ました、カモですよ、カモ FC、 カモ、もう鋼鉄、僕らサッカーフリーからするとね、97年、うん、そうですね、カモ鋼鉄、鋼鉄、うん、まあ、どうでもいいですよね、そのね、柱谷がもう禁断の酒を飲むというさあ関西リーグ一部、はい、はい、さあ来ました FC ティアーモホームゲーム、枚方市陸上競技場、俺もサッカーしましたよ、ここで天然芝ですから、馴染みがあるね、いやもう陸上トラックがね、永遠になくならないっていう、ね、いや、関西リーグも見に行きたいな、本当に、いや、お、阪南は鶴見緑地でやるんですね、そうですね、いいっすね、ランジャ京都、さあ、そして、はい、アウェーなのに起こしやす、起こしやす、さすが、はい、さあ2部、2部、うん、ルネス、あ、ルネスホームゲームだ、うん、いやいいですね、スポーツの森でやるんですね。そして京都志向クラブ、はい、老舗がホームでやりますという感じで、中国リーグ、中国リーグですね、すごいサッカー目印ですね、これ週明けイレブン調べなんで、はい、頑張って調べてこれなんで、はい、多少キックオフ時間間違ってたらすいません、そうですね、先に言っておきますけど、はい、でも組み合わせはこういう感じですね、 JXTG エネルギー水島、うん、すごいトカフフさん、トフカカさん、トフカフさんがね、気にされた松江シティがね、アウェーで、はい、アウェーですね、うんうんうん、さあそして、四国出ました、高知ユナイテッドがアウェーで、うん、はい、いやもうアルベリューはホームですから、もうちょっとやっぱ意地見してもらってね、もうどこが高知ユナイテッドとなのかぐらいのね、はい、そうですね、そして紅葉シーリングテクノが、うん、アウェーですけども、ついに初勝利上げれるかどうか、そうですね、うん、はい、期待の一戦ですね、九州リーグ、これははい、ホームアンダーウェイですね、うん、29日熊本対宮崎とかね、まあ、やっぱね、うん、沖縄エスパオがね、ホームでやっぱり上昇になるのか、それとも番狂わせあるか、うん、こんな感じです。まだありますか、これでラストですか、うん、で来週ですね、はい、来週の放送でちょっと参謀長から短めに、うん、私あのこの土日ですね、はい、これちょっと映るかな、ちょっとアップしてください、アップしてください、はい、全国自衛隊サッカー大会っていうのがこの昨日おとといから開幕してですねゴリゴリな感じしますね実は取材に行っててですね、お、取材行ったんすか、ちょっと写真も見てほしいんですけど、はいはいはい、第三補給所ってわかります、これイルマ航空自衛隊の入間基地とね、こっち厚木基地、給油と海事、補給するんですね、海事と陸事、うん、空事、空事対海事みたいな、陸海空が揃ってる、こう日本一を自衛隊の中のサッカー部の日本一を決める大会が始まってまして、
で来週の週末が西ヶ丘でですね、三決と決勝があるんで、そこまで三本町ちょっと追いかけて取材なんで、来週の週書きイレブンで、はい、自衛隊サッカー特集をやりたいと思いますっていうのを予告で喋りました。はい、もうこれでエンディングなんで。自衛隊サッカー特集ですか。大丈夫ですか。もうなかなかないよ、これは。自衛隊の人も、はい、私にびっくりしてましたもん。すごいですね、参謀長は。みたいな。いやもう恐ろしい、ありがとうございますって陸幕の人から言われました。陸幕。いやもうね、空自はね、ぜひカレー食ってね、そう金曜日の海軍カレー食って、詳しい話は来週しますが、はい、もうぜひぜひ。魅力たっぷりでした、自衛隊サッカーの話、はい、ということで、今週もアディショナル10分頂戴しまして、今日ちょっと長めになっちゃいましたけどね。はい、はい、まあね、ちょっと多分審判が韓国戦やったウルグアイ人だったということで、ね、韓国イタリアのね。ということで、本日のロスタイム、はい、最終的に11分でございました。あ、ということで、週明けイレブンということですね。じゃあ最後に、私のクロージングのいつものやつで、うん、締めさせていただきます。はい、それでは、重たい、週明けの空気をサッカーでちょっと明るく、それではご唱和ください。週明けイレブンということで、また来週、ありがとうございました。来週かな、ゴールデンウィークかな。